小田村さん、ちょっと一回、いや、わかるよ。ちょっと乗っていいですか。俺もね、ナイチンゲールが目についちゃった。あ、いいっすよ。マジであの人のナイチンうめえ。ねえ、ちょっとさ、お前のポイントが男かい。お前、俺、出た、出た、出た、始まりました、これ。お前、考えとくからお前、覚えとけよ、お前、マジで。お前、ゼータっつったら、ディファインガンダム世代がいねえだろ、お前。絶対にボコボコにしてやる。してよ、ほんとにもう。頼むよ、マジでもう。お前だけは絶対にボコボコにする。いや俺ゼータ乗るって言ったんすけどね今回。いやまあ確かに前回のヤクトの時はまあちょっと伸ばし棒入れちゃったかもしんないね。ヤクトにヤクトちょっとやっちゃったかもしんないけど、今回に関してはね俺ちゃんとゼータ乗るって言ったんですよね。皆さんちょっと常識的に考えてみましょう。相方がゼータ乗りますって言ったら何想像します？あ、ディファインガンダムゼータね、いいよってなるでしょ普通。はい、ということで本日の動画はあのあれですね、あのレオコタのあのね、まあ僕たちちょっと浅ましい生き物でして、まあやられたことはやり返すっていうのがまあお互いのそのあれモットーというかあれがあるんですよ。でお互いにやり返してやり返してってやっていくとやっぱ人間醜いもので負の連鎖っていうのが起きててね、螺旋状で積み重なっていくわけですね。はい、ってことでまあ今回はあの違う、今回ちょっと違うんすよ。あのもともとこれ、いや、視聴者のせいにするわけじゃないんだけど、視聴者からの提供企画で、いや、レオシクさん、別に全然全く深い意味はないんですけど、リガズイの正式名称ってディファインガンダムゼータって言うんですよ、別に何とは言わないですけど、みたいな、答え言われて、ああ、まあ確かに何とは言ってねえなーと思いながら、あ、じゃあちょっと、やっちゃおうかな、みたいな。いや、まあでもまあ、それは、まああくまでちょっと隠されし名目でして、まあやっぱこういうのって仕返しってさちゃんとお題目が必要じゃないですか。でまあなんかコタングに仕返しする理由ないかなと思った時にまああれですね、なんかずいぶん前になんか俺も忘れちゃったんだけど、なんかイフリートとイフリートシュナイド間違えちゃったやつが思い出したから、まあじゃあそれにするかみたいな、はいっていった感じで、まあ今回理由見つけたんで今回やってきました。いやでねちょっとね今回の企画あの誤算がありまして、一つ重大な、まあリガズイだから、まあ、そうそう簡単に勝てはしねえだろうなって、まあ、3時間ぐらい乗るかなって思ってたんですけど、いや、あのね、リガズイ、ちょっと強いの？いや、まあ、強いはちょっと語弊があるんだけど、多分こういう爆弾作戦にした時のリガズイって、まあ、一定数のパワーがあるんですよ。僕たちが普段、やってるような撮影以上のパワーが出ちゃって、コタングが最終的に出した結論が、いや、今まで間違えてみたシリーズで、今までの間違えてみたシリーズで一番強かったよって。なんかあいつね、満足げな顔してたんですよ。別に天外だから顔は見えてなかったんですけど、なんか満足げな声色で、いやー今日は充実した配信だったねーとか言ってて、ちょっと複雑だったけど、まあこれはこれでありかなと。はい、といった感じで、まあ今回俺のちょいうまリガズイでのコタ逆ですね。まあてか冷静に別に乗れない理由はないんだよな、変形機だし。はい、といった感じで、まあ1試合目はこれ勝つだろって思ってたら急に負けたやつですね。いや、人間あると思うんすよ。なんかこういう、いや、いけいけ、これ勝てる勝てるって思ったら気づいたら負けてるパターン、それですね。はい、といった感じで、じゃあ2試合目からちょっとちょいうまリガズイ見ていきましょう。なんかね、妙に乗れたんだよな、このキャラ。いやー、ディガズイね、今まで本当にちゃんと乗ったことなかったから知らなかったんだけど、めちゃめちゃ楽しいんすよ、このキャラ。いや、いやいや、お前って思うかもしんないんだけど、昔に乗った時はね、全盛期時代にね、一回、おい、ディガズイ対面強すぎだ、俺も乗るわって乗ったんだけど、まあ、当時は俺変形機も乗ってなかったからさ、全然使えなくて、あーい、嘘がや、二度とやらね、ぽいって、なんかポプテピピックみたいになってたんですけど、実際にね、まあ、こうやって変形のスキルをいろいろ重ねてから乗ると、楽しいんすよね、普通に。で、特にさ、変形機使うときって、俺、基本的に爆弾よりも光栄でやることが多いから、なんか強い、こう、攻めっ気の変形ってあんまりやったことなかったんですけど、これはね、面白いわ。なんかメッサーラの全盛期の爆弾とかも、ちょっと自分でやってみたかったなーってなるぐらいには、この前出る変形ってのがね、すごい楽しかった。そうだね。でこういうね、俺楽しいと思った機体ねすごい扱いちゃうってのもあって、コタングが本当に満足だったね。だっていつもの撮影よりも圧倒的に勝率良かったもん。なんか敵に塩送ったらその塩でバーベキューされたみたいな感じですかね。そう、こんな感じでヘンゲロとかもね、俺ヘンゲロのねその上下移動結構得意なんで、その左右移動の当て方苦手なんですけど、縦の軸合わせは得意だから結構そんな感じで当てれたりします。さあ、ここも変形見、そう、こんな感じで、そう、この縦軸の変ゲロはめちゃめちゃ得意なんで、それでしっかり狙いつつと、ここら辺もなんか、あれですね、テレビゼロの、
キルがすごい今こうやって生かされてる感じがします。てかね、リカズイってね、乗ってるといろんなキャラの変形のね、そのスキルがね、出るんすよ、これ。なんかゼータ要素もあるし、ゼロ要素もあるしみたいな。ちなみにここは、ちょっと軸ずれてるかなーと思って下にやったら、止まってる相手に外すっていうやべえことやったっすね。さあそっからなぜかディピアにボコボコにされるバックエポンシステムですが、さあS 角の弾全部抜けられましたね。さあといったんでラストは下角が強い。いやディガズイ普通に爆弾戦法するとね、一定値のパワー出しちゃうんすよ。出力ちょっとあるんすよこいつ。はい、といったんでじゃあ3試合見ていきましょう。ちょっとこれから乗ってもいいかもしれない、なんか お遊びで。あとね、リガズイ、まあ、今まで乗ったことなかったから、今作。初めて知ったんだけどさ、こいつの突撃アシスト、確かどっかの情報修正でもらったやつだと思うんですけど、ちょっとこれ強くないっすか？なんか、見た目はさ、別にそんな強そうな突撃じゃないんだけど、なんかね、そこら辺の万能機の突撃アシストより全然強くて、なんか、伸びが早いのかな？なんか、それと、なんか、このね、アメキャンとかと下角をずっとやってたら、なんだかんだ生地でもダメージ取れるみたいなのを感じてね、お、リガズイお前ちょっとやるやんけって。思っちゃいました。これ以上リガズイ褒めると多分野田さんあたりがコメント欄に湧いてね、おいリガズイ褒めんなっつって怒られると思うんで、ここら辺にしておきましょう。まあでもなんかね、普通に本当に思ってたよりやるやんけってのが多かったですね、要素が。さあといったんで見ていきましょう。さあここはバックエポンシステム脱いでしっかり当てていきつつ、通常時がねなんか前に比べて結構自己主張力あるんで、まあメイン下角とアメキャンをひたすら繰り返していきます。さあここは覚醒抜けして何をやるのかと思ったんですよ。覚醒としようと思ったんだけど、なんか思った以上にボタンが押せずになんかひょこひょこ逃げてる感じですね。まあコタンジが頑張ってるんで良きでしょう。さあ後ろからセブソが来てて、ここ縦入れ込むとしたんですけど間に合わなかったですね。まあでもなんかリガついて別にいくら落ちてもタダかなみたいなとこあるんです。さあここはしっかり変ギョロ当てていきつつ、さあ一路エイジ3の方には弾を送って追っ払いながらと思ったらギロビもらってしまった。なんか普通のキャラでギロビをもらうと絶対うわってなんだけど、リガついはなんかならないんすよ。なんだろうこのあれ。さあでここはミサイルの曲げ打ちからのしっかりバックエポンシステム当てていくと、いやーなんかねこの変形機のいろんな要素が生かされる感じがすごい楽しいよなこのキャラ。さあまあでも多分リガゼこれね腰据えて乗り回すってなったらめちゃめちゃ多分苦難の道なんだろうな。さあといったんでここはメインサブでしっかりズサのとこ当てていきつつセブ沿っていく流れですが、さすがにああいう挙動は追えないんすよねリガゼの生地。さあしっかりここはこちらの前部に CS のねメインとか合わされてしまった。さあセブスを追いたいがあんだけ変態ムーブされると全然追えないんで、ここはちょっと一回距離を取ってお茶を濁していくと。さあそこから猛獣なんか獣のような追い方をしていますが、いやー虚しい虚しさを感じます俺は。さあですがこれ以上無視されてちょっと相方やばそうなんで、ここは頑張っていきましょう。さあメイン下角でひたすら追っていくんですが、追えてたがここ落ちたんで再びバックエポンシステムで頑張っていきましょう。さあここはヘンゲロコスに行ってラストは相方が当てて試合終了ですね、といった感じの3試合目でした。楽しいリガズイなんでだ。はい、本日ラスト見ていきましょう。対戦相手がディボとフリーダムということで、とりあえずリガズイの開幕ルーティーンはホーミングゲロビー。さだが当たらずというか、そう昔に比べてやっぱさ、例年飛んでくる球強くなってるじゃないですか、このゲーム。リガズイなかなか前向けないんですよね。なんかこう、野田さんとかの視点見ると、ようこんな前向けるなーっていうタイミング多い。さあ、ここはしっかり変形メイン曲げ打ち当てていきつつ、ちょっと今のはビビったね、だいぶ。さあ、まあビビりはしたんですけど、まあとりあえずちょいちょいダメージは取れてるんで良きでしょう。このキャラは覚醒吐いて落ちるのが仕事ですね。さあ、置き攻め。そう、俺このね、リガズイ獣のような置き攻め好きなんですよね。前角とかでなんか相手浮かせてからアメキャンでブースト入りみたいな。さあ、特殊が当たって結構特殊ダメージ高かった気がする、これ。さあ、そこら辺やりながら、ここは一度落とされてしまったが、むしろ交通後このまま突っ込んでいきましょう。さあここはフリーダムの方に変ゲロ当てていきたかったが、ちょっと射程が足りなかったか。さあ一度相手の挙動にいろいろ合わせていきたいが、ファング避けれねえ普通に。なんかね、ブラモンの動画でレギルスビットとかすごい簡単に避けて、簡単でかなんか突角使って避けたから、あれすごいなーって思うんだけど、自分じゃできねえ。さあという感じで相手の進行庫にいろいろ置きながらくるくるしていきつつ、変ゲロが当たらん。さあここはミサイルの曲げが当たったんで、そこ繋ぎたかったが安かった。さあとりあえずフリーダムの方にメインからもう何も考えずにいろいろ出していくと、なんか生地の方がダメージ取れてる感じがするけど多分気のせいでしょう。さあフリーダムにここも獣のような前角置き攻めしていきながら、とりあえずいろいろ繋いでいく。そうディガ勢はねもう食らってもいいからっていう置き攻めがある分、こんな感じで強気なアタック取れるのいいっすね。さあとりあえずここ一度落とされてしまったんですが、もう再びですよ再び。
さあ、C 覚醒もあるんで、ちょっと相方助けに行きますか。さあ、ヘンゲラをまた外してしまった。リガゼ使ってるとね、このヘンゲラ外した時の罪悪感がすごい。さあ、ちょっとここは突角とかで挙動を変えつつ、なんか押してみたかった隠し技。別に当たると言われるはないが。さあ、ヘンゲロも外しちゃって、この試合はなかなか球が調子が悪い。さあ、だがしっかりミサイルは当たってくれる。ミサイルいいっすね、これお手軽で。さあ、とりあえずここで一度、ま、いろいろキャンセルルートが使いながらも、もう食らうこと前提のこの攻めいいっすね。さあ、メイン下がメイン下が特殊とかやっていきながら早めに落ちていきたい。そろそろコタンが爆発する。ごめんなさいね、ほんとね。さあ、ここはキャンセルを使った下角でしっかり当てていきながら、下角いいね、これほんとメインから出るの。さあ、再びバックエポンシステムで振ってきた、ここのヘンゲロを外していけない。いや、今の当たってるでしょ。いや、マジか。いや、今の当たらんか。さあ、っていう感じで、まあ、外しちゃったもんはしょうがないですね。って感じで、さあ、ここのヘンゲロやろうとしたら、相手のヒロミに突っかかってしまった。あれ、急にこれ俺がまずくないっていう展開なんですけど、まあ、とりあえずヘンゲロ。いやー、切ねえな、なんかもうね、完全にね、避けられちゃって、もう悲しいな、悲しいな、っていう感じで、ラストは、すいませんね、ほんとね、コタングさんね。はい、って感じで、今回、リガズイの動画でした。いかがだったでしょうか。いや、楽しかった、普通に。まあ、コタングも満足でだったし、よしでしょう。全力いきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。リガズイ、なんかあれね、あの仕返し企画のはずだったんですけど、あまり仕返しになんなかったっすね。まあだから冷静にあれか、1号の爆弾ってそもそも大前提に作戦が強いってのもあって、結構パワー出るんだよな、使ってて思ったけど。はい、ってなんで、ご視聴ありがとうございました。リガズイでした。次回の動画も楽しみに。バイバイ。